はい、みんちゃ、ゲームイズ、たけです。はい、みなさん、こんにちは、です。たけで、はい、一応ね、まあ、SA コーラボも、落ち着いたっていうかね、まあ、ちょいよくまだ来てないですけれども、うん、一応キャラはもうぜ、すでに、友情キリト以外は出揃ってますんで、うん、ちょっとまあ、最終考察というかね、おすすめ曲とガチャゲン言っていこうかなと思います。はい、で、まあ、今回一応、初期の方で、第1弾、の方もね、回れるとは思うんですけども、基本的には多分時間がない人は作らなくてもいいかなとは思いますんで、うん、第1弾だと一応まあアスナードキリトとかがね、今回まあログインとかミッションでもらえるんで、まあ これまで運曲作ってなかった人とかは、まあ、アスキリはね必ず手に入りますし、運曲できると思いますんで、そこ以外は多分ね、優先して前の運曲は作らなくてもいいんじゃないかなっていうのが一応今回最初にちょっとね言っておきます、はい。軽く触れておくと、うん、デスガンが一応キラー2つ持ってて重力貫通タイプってので、うん、当時はすごい使いやすいって言われたんで、そうだね、今回から始めた方とかは取っといてもいいかもしれない。弱点衝撃波でね、割とレアなんで、うん、キラー乗ったらね、当時のルーインみたいな感じでどっかで使える可能性はありますと、うん、でもう一体勇気、はいはいはい、これはもう勇気か、まあになんかエセをしてたら多分作りに行ってると思うんだけども、うん、最近のスペックにはちょっと追いついてない感じは否めないですね、うん、ただまあ地雷と、ね、ダメージを両方とも対応してて、うん、しかも地雷の対応の方がマインスイーパーを持ってるんで、うん、ちょっと心配だったら作っといてもいいかなぐらいのね、うん、性能だけ見るとやっぱ絶対押すってキャラはさっきピロさんが言った通りいない感じです、うん、じゃあ早速、うん、今回のまあ運極にできるモンスターからいきますと、はい、まずこちら、うん、アドミニストレーターですね。まあ人族バランスカットで貫通ゲージで、スワビがマインスイーパーの、うん、アンチ盲人とで、ゲージな弱点キラーですね。で、SS がまあ実況化と、最初の板的に落雷で攻撃、うん、ターンが24ターン、友情コンボがウォールムービングバレットですと、はい、これはね、一応追撃が結構強いですね、うん、最初の板的にまあ落雷を落とし続けるんですけれども、うん、大体ね、16万ぐらいの落雷をバゴンバゴンどんどん落としていきますね、うん、で、まあ殴りながらそれも落としていきますんで、100枚以上は絶対ダメージ見込めるかな。弱点シャキシャキとかするんであれば200万とかは、うん、出そうな感じの SS で、わりかし SS は強い、うんうんうん、これは作りですね。友情ウォルミングバレットでね、はい、公園で悪くないやってますけれども、うん、まあ純粋にこの組み合わせの光属性の枠が全くいないんで、そうなんだよね、うん、本当にないっす。光で貫通なんてした日には終わりですね。はい、うん、まあ一番強いかな、この中だったら。この中だったら、まあ、ジュラサリナって結構そのやっぱこの地雷魔法陣って組み合わせが少ないからこそなんかその採用される枠っていうのがたまにあったと思うんだけど、うん、そこをやっぱアドミンできるのはすごい強みなのかなっていうのは思いますね、うん、この中だと確かに一番使いやすい感じはする。うん、うん、貫通で運枠の仕事を果たしてるし、うん、その弱点キラーを持ってることによって、まあでもちょっとね、弱点キラーを考慮したような攻撃力に元から調整されてしまってるんで、うん、なんとも言えないところになってるんだけど、まあ十分最近始めた人は特に最初の方を枠として使っていける性能ではないかなと、うん、まあ、地雷もやって弱点もやったら、うん、まあ、そこそこの火力で言ってもほしい。いや、ね、普通にこれ弱点キラーだから純粋に強いと思いますね、うん、運枠としてはなんで、まあ、トット君に越したことはないと思いますね。うん、今後確かにそこが刺さるかわからんからね。知らざいのは来てないけれども。うん、まあでも、トット君のが一番いいんじゃないかな。知らざいのクエストに比べれば圧倒的に回りやすいから、ね。いや、回りやすいと思う。マジで、クエストに関しては相当簡単だったんで。うん、うん、まあ、作っといた方がいいですね。貫通弱点キラーの人ね。SS も出せるし、ウォールムービングも強いし。うん、まあ、味合わせでどっかハマってもおかしくないしっていうので、まあ、作った方がいいよ。としては非常に使いやすい感じがする、うんうん、ただなんかどこにでも連れてくるような性能ではないんで、ないね、うん、忙しかったら切り捨てる候補にはしていいかもしれないですけど、ただまあなんか作っときたいね。さすがに毎水魔法陣ちょっと少なすぎるっていうのはある、うん、本当にですね。はい、うん、ベクターですね、うん、人族攻撃型とで、反射ゲージでドラゴンキラー、魔王キラー、聖騎士ラー、スワビの、ゲージランチワープと SS 短縮ついております。SS が28ターンで、フレーザー的に黒い釘で追い打ち、友情コンボがトライブパレス、はい、これが絶対かな。これはまあ枠として、うん、十分な性能をまあ持ち合わせる、うん、3種キラー持ってて、それがさらに乗るトライブだから、うん、20万、21万ぐらいか、うん、トライブになるってことはかなりザコスレセールは高いですね、うん、
ただまあちゃんと言っておくと、そのトライブ自体がやっぱボス単体に火力が出せない友情っていうのは、うん、未だどんだけ強くなっても変わってないかなって思ってる、うん、まあ、弱点は当たったりしたらそれはあるんだけど、でそう見るとちょっとアンチワープだけっていうのがすげえ頼りないんですよね。そうね、うん、でプラスこのキラー対象が出てこないと、あのこいつを採用することはほぼないかなと。キラーも意外に雑魚にいるかっていうと微妙なところのラインなキラーではあるからね、うん、はい、だからこれパッと見キラー三振トライブパルスで、うん、雑魚処理結構強そうって見えるんですけど、正直そうでもなさそう、うん、うん、ドラゴンも魔王も聖騎士も雑魚が結構少ない種族になってるんで、うん、多分これはどっちかというと意識するのボスになるじゃないですか、このキラーとして、うん、それに対してトライブパルスなんで、なんかちょっと相性が悪いですね、いろいろついてるところの。ちょっとまあね、クエストに左右される感じはすごいしますね、うん、ですね、今のところ枠としても、ね、なんでまあ、たまにあるバハムートの雑魚だったり、うん、まあ、バハムートもちょっと種族安定しないことがあるけど、うん、あとなんかスラッシュがちっちゃくなったりとかさ、うん、なんか結構あるじゃないですか、うん、ゼロとかちっちゃくなりがちじゃないですか、うん、なんでまあゼロとまあスラッシュも両方闇属性にはなっちゃうんだけど、うん、まあ、光属性に強いときにそういうのに刺さりやすくなってくるのかなとは、うん、思いますね。対された時とされてない時のね、うん、確かに使い勝手の感じは全然違ってきそうだけど、なんか言ってること強いんだけど、採用これからしていくかって言われたらなんかほんと何も使わんそう、っていうのはちょっと正直な感想ではあるけどね。刺さったら強いんだけど、こんぐらいのトライブでもいいんだったら使えるって感じはしなくはないけど、ね、枠としてだったらね。そうですね。あと一応まあ追撃が75万でね、うん、これまあ黒い霧追い打ちするんですけども、まあ、ランダムで睡眠不要がかかりますんで、うん、まあ、SS 短縮って20当たるか確率にね多分短く打てると思うんで、うん、まあそこそこ強い SS には入るのかなって感じはしますね。弱点カンカンとかできればなかなかこれも、うん、難しそうですね、うん、キラー対象であれば火力を出せる見込める感じはある。コラボも前のコラボの時も言ってるかもしれないけど、なんかそのガチャにスペックがよるか氷にスペックがよるかってはっきり分かれますよね。てかそうだね、で今回多分ガチャだと思う。今回ね結構そうね、うん、超究極がまあなんかアスキリの結局スライド解放みたいな感じになっちゃっててね、うん、アドミニストレーターが来るけど性能別にかん、ね、超究極関係ないから、うん、超究極が落ちるわけ、ね、今回はだいぶね、うん、降臨がちょっと抑えられてる。これまでのコラボに比べれば見劣りする感がだいぶあるかもしれんけど、で強く見せるのが上手本当に弱点キラーだったり、トライブだったり、まあ、これもね確かにね砲撃型と書いてあるんだけどね、うん、ついてが強いみたいなあれになってきそうなんで、うん、まあ、だからこれ言ってることはもちろん強いんですよ、うん、ベースとしては強いんだけど、うまくとして採用するかっていう性能だとどうなるかわかんない、まあ、ピンポイント感はある、うん、でもね、同種族しか出てこないっていうのはちょっとあんまないから、そうなんだよね、これに魔族とか入ってたら絶対作れって言ってたと思うけど、魔族幻獣とかだったね、また変わっ、もうちょいね評価変わってきたかもしれんけど、うん、まあそれ以上ですかね。ベクター、うん、ですかね。次、はい、うん、バサゴですね。なんかアジンキラー M 持ってるんで、で聖騎士キラー M 持ってるから、うん、なんかアジンと聖騎士ってさコラボした先に結構いるイメージが強いんですよね。いるいる、うん、なんで怖いでね、これはなんか当時のミヤビみたいに、うん、アジンの運枠だったらこいつみたいなところにちょっと取ってくるのかなと、うん、はい、でスペック的に正直そうでもないんだけど、あの過去のさあいついるじゃないですか、シャナ。シャナいる。シャナアジンキラー持ってるじゃないですか。あいつアジンキラー持ってることによって採用率が半端ないことになってると思うんですよ。あの時のコラボの音楽では使ってる方だね、使ってる方、間違いなくね。いやだからあんたの出た当時さアジンキラー持ってるって言ったけど壊れスペックではないなと思ってたんだけど、うん、あれでもそのさやっぱ音楽がまだ少なかったり、うん、その豪絶爆絶とかがまだ終わってないって人が採用してることが多いんで、うんうん、こいつもちょっとこの採用はあるかもしれないですね、うん、キラー M で、しかもキラー M 持ってる割には攻撃力が高いんで、高い、うん、こいつはちょっと採用することありそうですよね、うん、で SS もね自強化はそんなに高くはないんですけれども、うん、まあもらうみたいな感じでね、うん、この暗黒海軍の兵士がバー出るんで雑魚処理には十分かな。で意外にボスにも火力出たりするから、うん、まあ枠としての SS っていう感じには落ち着いてるますよね、うん、こいついい気がする、うん、であとあれか未開とかの11で結構使ってるっていう人がねあのかなりいたんで、そこの普通にキャラがいない人は普通にこいつが強いみたいな感じにはなってみたいなんでね、あのまあ常設で1日ね1回やれば発動しますんで、計画的に運極にはねしやすいとは思うんで、まあ今回クエストはね今のところ直球は来てないけど一番こいつのが難しいとかねやらしい感じなクエストだったんですけども、だからなかなか性能もクエストの難しさは見合ってるかなっていうのはバサゴは結構しますね、うん、うん、確かにね、うん、こいつはその採用たまにありそうな、うん、アジンキラー、そうだよね、うん、アジンキラーは本当使うからな、アジン大事ですよね、多いからね、本当ね、うん、
特に M だったら、M だったら貫通どころか将棋は6でも全然ダメージも出るだろうし、今はめんどくさくても饒舌も簡単なんで、うん、簡単っていうかシステムのおかげで簡単になってるんで、そうそうそう、作るのが、うん、これはちょっとできない、これはそうね、作りたい、この中でも、うん、はい、テラリアですね、まあ、今回のログインとミッションですでにね、うん、もう運極近くにはなってるとは思うんですけれども、神スピード型とで貫通ゲージで、アビリティがリジェネアンチ魔法陣サービのゲージでアンチ魔法陣ですね、優勢性が18ターンで自強化と近くの敵に、剣の消去で攻撃と、友情コンボが、長距離貫通ホーミング12です。まあ作った方がいいっていうかできちゃうでしょ、うん、っていう感じのキャラなんです。これもほんとあの、うん、まあ、ほぼ配布キャラだと思うんですけど、配布にじゃかなり強い、うん、うん、結構強いかな、うん、友情は長距離貫通ホーミング12文句なくてユークレ持ってて、で SS もこれもね、自強化は決して高くないんですけども、まあ、この近くのね、敵に剣の衝撃っていうのが約70万ぐらいダメージ出ますんで、うん、なかなか使いやすい、18ターンにしてはね、うん、で、ワープ貫通だから、水の高難易度は結構ね、いけるんで、普通にいいキャラ、うん、強いキャラだと思う、うん、上等ですね、うん、まあ、法人スワビも最近、割と大事になってきたりするからな、うん、ヒヨコビームっていうギミック、クソギミックの上で魔法陣でね、うん、もし来るとこの辺と一緒に使う可能性結構出てくるから、そうですね、ワンチャンなくはない、うん、ワープね、まあ、ワープだけだとやっぱり地雷だったらね、また違ってきたんですけど、ね、うん、地雷だったら、まあ、地雷は出せないか今のタイミングで、ノクターンの枠ぶっ壊すわけにはいかないからまだ、うん、ちょっと惜しいキャラではあるよね、古いなんか高難易度にいけるって感じかな、うん、そうね、結構確かに、うん、魔法陣だけでももしかしたら使う場面は出てくるかもしれないですね、そうですね、もしかしたら、まあでも十分かな、これがもうほぼ配布みたいな形で超簡単な運極になるなら、うん、この優勝コンボ持ってるだけでも結構楽々周回の作業もありそうなんで、うん、めちゃくちゃ強そう、普通にここそうだよね、長距離貫通ホーミング12で貴族性の他のキャラがあんまり持ってないんだったら、うん、運極してもう何体か取っとくっていうのも全然ありだかも、ね、ありですね、これは普通にいい強いキャラだと思う、テラリア、はい、そしてこれちょっとね、使ってみるとどうかとか出てまだないんですけども、まあ、友情&キリトですね。今回の、まあ、アスナ&キリトをスライドできる、進化解放でね、できるキャラとなっております。うん、アジン族バランス型と、貫通ゲージで、アビリティがアンチダメージオールとアンチ減速壁、ゲージでアンチブロックですね。SS がターン21のスピードがアップして近くの敵に向かって再走り出すと。うん、友情コンボが超強時減算です。まあ、おそらく SS は、カグラみたいな感じになるんじゃないかなとは思ってますけど ね、威力はちょっとまだ分からず、うんうん、だ惜しいですよね、カグラ系ならやっぱダメージを受けてっていうところが強いんで、うん、ド M ギミックのところが強いね、ビーラみたいな、ね、なんだけどダメを外せないんだよね、そうね、これ、うん、まあ、ブロックついちゃってるからかもしれないですけど、ダメを外せないとか、なんかまあいろいろダメージの理由があったらカグラみたいな使い方がちょっとできるのかなっていうのも、うん、あるのが一つ目強いところと、あとステをこんなもらったなっていうのは、ステはこいつ高い、そうめちゃくちゃ多いかな、うん、まあ多分純粋に多分運営さんの考え的には、うん、まあそのシノンをガチャ枠で使ってる時に、うん、こいつを一緒に枠で組み合わせてねみたいなのが意図だと思うんだけど、うん、にしても強いのもらったね、強い、うん、カメハメハと一緒だし、ここはだから結構怪しさありますけどね、うん、今後接待されるとすれば、そう、アミラとかとも一緒だったりするんで、そうですね、アミラがちょっと有力ですね、なんかブロックだけかこの枠で、うん、うん、運極して、まあ、使ってねっていう意図は接待もしやすそうだし、ね、ここはかなりありそう、叩かれたやつ最強理論、まあ、今回、うん、前回花咲かしたジンとか、うん、あのバカにされたやつ、うん、開花理論で言うと、うん、カメハメハと全く一緒なんで、うん、割とあってもおかしくはない、うん、ところにはなってる、うん、まあでも純粋にこいつは絶対に作った方がいいですね、うん、なんかログイン逃しちゃったとかミッション逃しちゃったって人はフレガチャ引いてでも作った方がいいと思います、うん、これは間違いなく作った方がいい、まあ、
まあ、だ作った方がいいって言っても今回調教局が難しかったらこれも難しい話になるんですけど、うん、なあ、まあなんかこんくらいのクラスのものになってくると調教局もそこまで難しくないかなって思うんで、ちょっとまあね、確かにね、うん、今回進化解放だから既存のすでにものになってるから、ね、ちょっとどんな感じなのか分からんけど、称号とかだったら難しい時あるんだけど、うん、あのこの進化解放とかかかってる時はね、なんか最近もう難しいの来てない気がしますね。まあ死体、うん、確かにね、みんな死体、そう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 、なんか自己満足って感じもないし ね、 そうですね、なんかね、これは弱いとかで、うん、イラスト解放とかだけだったら結構強いかもしれないけど、うん、性能までこんだけハイスペックでついてきちゃうと欲しいよね、うん、これは普通に欲しい、うん、でもさ、これちょっと違和感ないですか、あのアスナ&キリトの分岐でアスナキリト友情出てくるの超違和感あるんですよ、ね、あ、でも自分もそれは知らないけど思った、うん、新しいキャラじゃダメだったんですよ、いや、ほんとそう、そうなんだよな、うん、もらえるじゃダメだったのかなと思って、もらえるっていうか、ちなみに何一つ繋がりないですからね、あ、そうなんだ、あ、そうなんだ、なんか関係あるから確かにその分岐っていうかね、うんうん、スライド進化できるのかな、あ、そうなんだね、まあ、関わりないですね、ほぼ確かにな、だ確かにそう考えてもアスナのキリトがなんか違う上でなったりするんだったら分かるけど、うん、まあ、そうなんだね、確かにアスナのキリトでなんか違うイラスト出すってなるとちょっと今素材が足りないですね、うん、あ、なるほどなるほどなるほどね、うん、まあ確かにそう、これは自分の謎でしたけど関係なかったですね、うん、ユージュ&キリト、うん、はい、まあなんで一体ね、今回の一応第2弾の運極さらっていきましたけれども、うん、まあ、バサゴかな、うん、バサゴ、あとまあ時点でベクタードミンストレーターって感じにはなるかな、うん、今回はね、一応全部作った方がいいって思わせるのがうまいから、うんうん、全部作っといた方がいいと思う、うん、難易度的にはもう全部作っちゃっていいと思う、でもそうだね、うん、難易度的にはアドミヒートベクターもむっちゃ早く周回できるんで、うん、多分1日しか頑張れば絶対運極できると思う、ね、あとあのストックとかトラベルベルとか使えば多分すぐできると思うんで、今作りやすい環境はできてるから、ね、うん、でまあバスが1日1回やればいいからね、しっかりね、なんでまあその辺かな、あとまあテラリアとユージュアンドケイトに関しては、まあ、ほぼほぼ絶対できる、うんうん、ね、ログインとミッションしっかりこなしてはほぼほぼ絶対できますんで、そうですね、今回どっちかというとそのほぼほぼ絶対できるぜをちゃんと作った方がいい、うん、ここはちょっと逃したくないですね、うん、ほぼほぼをちゃんとやった方がいいですね、うん、あとはアスキリとか持ってない人とかも絶対、うん、アスキリも欲しいですね、素材なしで使えるできるから、うん、そうできるんで、明かしといたいなってぐらい横に、うん、間違いない、次、はい、ガチャゲンいきますか、うん、友情、友情ですね、はい、まあ、水属性、アジン属の、バランス型とで反射ゲージでアビリティが超アンチダメージオールカウンターキラーサビに、うん、ゲージでアンチブロックと SS 短縮ついております、 SS が23ターンと27ターンの、自強化と効率的に青バラで攻撃と、友情コンボはコピーとシールドですと、うん、強いですね、これまあ使った感じ、うん、1体だとまあ申し分ない強さでしたね、うん、ただこれやっぱ1体でいいなってのは毎回思うな、うん、何回か使ったけど、まあ、あれ極端に使ったとしても本当に1体でいい、うん、うんうん、マジで1体でいいっすね、でやっぱこいつそのコピーに注目だったり、うん、やっぱ僕何度も言ってますけどこの青バラの剣がすごいかっこいいっていうところに注目は行きがちなんだけど、うん、普通にアタッカーとして強いなってのは感じた、うん、多少、うんうん、ただなんかその従来の世間的なそのコラボの期待値から言わせてもらうと、なんか無理するキャラじゃないかなっていうのは使うたびに思うなっていうのは思う、ただ逃すと辛くなる、あの時点であのアテナとかそのあたりしかいないんですよね、でこいつの話をしておくと近畿の極 の、 あの21極20、そうね、で、あ、21あというか、うん、21国でね、そのやっぱアテナ蓬莱だったりで回ってるあのなんか、うん、何ですか、ベイカーズか、はいはいはい、ベイカーズを持ってないって人はなんかコブル救世主になると思うんで、そこが楽にしたいって人はまあ引きなのは間違いないと思うんだけど、うん、じゃあ仮にこいつが接待されてダメオブロックが出るステージが来たってなると本当に辛い戦い強いられると思う、こいついないとマジきついっすよ、ここここ本当きついな、そうね、21以外できたらきついな、ね、ほぼ貫通ですからね、こういっぱいいるように見えて、まあコラボでこの少なさってなるとちょっとね、キャプテンアメリカしちゃうんで多分ないと思うんですけど、ダメをターンブロックターンだといらないんですよ、多分使わないね、逃してもいいかなってなるんですよね、なんで原作がよほど好きだったりしない限り、まあそうトータルでちゃんとお話すると無理はしなくていいかなって感じですね、で意外と近畿21が苦手な人とかいるんで、うん、そのために引くって人はちらほら見かけますけど、それは間違ってないと思う、
キャラ的には好きだけど、今回2段の中では一番無理しなくていいキャラかなって個人的には思ってますね、友情は。はい、ウェルクーリですね。貴族性、アジン族バランス型の貫通ゲージで超アンチダメージオール、アンチワープ、弱点キラーサウィのゲージでバイタルキラーですね。で、セスカ自強化と、まあ、次の敵の攻撃ターン終了後に全ての敵に、自戦権で攻撃と、中型の22ターン友情コンボが、衛星弾4と、超巨次元座です。こいつはね、使えば使うほど強くねってなるキャラですね、うん。これはまあちょっと殴りがね、やっぱりお化けだよこいつ、カタログスペック以上に相当強かったですよね。殴りはまあ強い。ただその使えば使うほどあの杖になっていくのは殴りなんですよ、うん。で使えば使うほどあれってなってくるのが友情。あ、友情ちょっとやっぱね、これねやっぱジャッキ乗るから多少やるかなと思ったけどね、うん、最近の友情やっぱおかしいわ。衛星弾やっぱね、うん、使いづらさ目立つかもしれないですね、目立つね。長期次元弾の、うん、まだ貫通だからちょっと止まり位置とか操りやすいかなと思うんだけど、やっぱね弱点とちょっとずれるとかがね多いんだよね、うん。弱点にくるくるするところをピンポイント当てるってのがやっぱむずすぎて、狙って威力出せる感じはないね、やっぱりね、うん。そこの使いづらさはあるかもしれんけど、超強次元山もやっぱね同期にキリトがいるんでまあ弱く感じますね、まあ、これほんと、うん、まあメインの威力といえどもサブ感はあったりするのかな、うん。そうですね、ただまあこれはちょっとやっぱ言うこんだけ殴りもらったらしょうがないんだけど、うん、これちょっとやっぱ優勝コンボがそこまでめちゃくちゃ強くないなっていうのはね、うん、使うたびに思うかな。そこに振られちゃってますからね、うん、そうですね一応ね。ただもうなんかいろいろ SNS とかでも見かけてますけど、うん、まあ、ホーラン雑魚だったり、うん、あの中央に弱点があって、うん、その今までワンパンとかじゃなくて往復して倒したやつとかがこいつの火力を持ってするとワンパンできるようになってたりとか、うん、もうすでにこいつのなんか進化は発揮できるところがあるみたいで、うん、まあ、そういうのが来たらこいつ本当ピカイチ誰も超えられないキャラになると思うんですよね、うんうん。ただそれゆえにこいつしかいけないからそんなクエストは来ないと思ってるんだけど、でプラスね、うん、クラピカがいるっていうところで、うん、そうですね、こっからちょっと接待が来るのかっていうとなかなか難しい、ね、難しい、うん。この今更そのね、ここの火に油を注ぐようなことはしないと思うんですよね。そうなんだよね、この現環境で超強いって言われて、ね、でどっちもそう味になったりするから、うん、なんかどっちか潰すとかでもなかなか難しいっすよ ね、うん、ね。結局なんかまあ味に合わせて一緒に使ってくださいねみたいな運営の意思さ、運営さんの、ね、うん、意思もちょっと感じますし、うんうん、かな。ただ結構やっぱその殴りに関してはこれ誰も届かないものを持ってるなってのは思ったのと、うん、やっぱ事前期面白いっすね。面白いね、うん、これは使えば使うほど面白い、新しいちょっと SS のね、うん、可能性見せてくれてるっていうところで、でもやっぱなんか強いしな、蘇生ループがあってその蘇生ループをタイミングラグでやってくれるとかの、うん、光るところでは光るんだけど、うん、その通常時それじゃない使い方の方がもちろん多いじゃないですか、うん、ゾンビがいないとか、うん、ボス1とか、うん、そうなるとやっぱね火力すっげー足んねえなと思う、うんうん。その追撃の火力最近のコラボってもうバカみたいに高いから、うん、こいつの火力はちょっと低いなって感じちゃうことが多々あるね、うん。今回の確かに友情とかでもすげえ高いからな、うん、次の高いだけで絶対、ね、みんな追撃が高いからみんな高いもんね。まあその分違う良さを持ってはいると思うんだけど、うん、まあ一応ね割合でね、うん、ダメージは入るから。そうですね、あれだけど、あとまあ最低保障あってよかったなって思った。あ、そうだね、あれは、うん、あれは親切だよね、そう、本当あれのおかげで強いあれは本当親切だよな、全面整理できるのはやっぱ強いなって思うね、うんうん。だからこいつは結構個人的には今回評価高いですね、うん。あの引きに行ってもいいかなぐらいに強いと思う。てか確かに1体はこいつも絶対欲しいかなってのは思わされたね、うん、そうですね、うん、これ1体なんか持っとくと安心できそう、うん。ただ持ってなかったら無理に追う必要はないかなっていうのはあるんだけど、なんかそのちょっとでもこいつ欲しいなって思ったら追ってもいい、うんうん。なんかオーブをかき集めて引きに行くってことではないかな。あ、うん、確かにだから、ちゃんと今回多分お話ししとかなきゃいけないのは、うん、もちろんそのクラピカ持ってない方もいらっしゃるわけじゃないですか、うん、持ってない方からするとやっぱそのアタッカーとして相当強いと思うので、うんうん、でこれ多分普通に持ってる俺からしてもめちゃくちゃ欲しいですけどね、うんうん。まあ、クラピカキッズの場合はちょっとやっぱクラピカのことを脅かすやつを全部嫌いになる性質を持ってるんで脅かすやん、うん、脅かすやつ全部嫌いになっちゃうんであいつら、うん、からちょっと論争が起こるかもしれないんだけど、うんうん、もう俺どっちも一緒に強い、うん、一緒に使えばもっと強いからね、うん、
共存してあげて、うん、ちょっと入れてあげて隣に入れてあげてほしい、うん、本当にだからこの際ベルクリキッズにもなろうよそうみんなでねはい、はい、またやぜベルクーリー、うん、ベルクーリー評価高かったですね、うん、ベルクーリーはいい本当にいいと思う、うん、そしてアリスですね、はい、光属性は人属スピード型と、うん、で貫通ゲージでアビリティがマインスイーパー超アンチウィンドにゲージでアンチ減速壁と状態上回復ついております、うん、でセンスが20ターン24ターンでエイジ強化と最初にいた時にバーストエレメントを放つと、うん、で異常コンボが反射衝撃は12に、状況スパークバレット、うん、あとまあ明確な今回ちょっと当たりに近いかなと、うん、第2弾と、うんまあ友情結構だいぶね全振りされてると思うんですが、うんすね、まあ文句なく強かったです ね, 文句なく強いですねこれは本当にそうす、ね、でまあで、ね、SS もスピードアップして、まあ、最後に、最初にいた時に、まあ、バースエレメント追撃で放ちます、うんまあ、これもなかなか範囲は広いと、うんうん、まあでもこいつは輝かせようと思ったらいっぱい輝くような減速壁使えるし、うん、超ウィンドでそのスピードを原因にもできるしでかつ状態上回復を持ってるじゃないですか、うん、すっげえ忘れるんだけどこれ毎回状態上回復結構自分も全然ついてるイメージないな状態上回復を持ってるからっていうのでなんかまあ接待しようと思ったらいっぱい接待できるなっていうのが、うん、こいつのいいところなのかなっていうのが思うかなでまあちょっと匂わせねこの空や匂わせがね匂わせあるね最近ひどくてうん、うんいやこのギミック着てみアリス持ってなかったら地獄絵図だよガチでこれこそねさっきの確かに、うん、友情以上にひどいことになる可能性はマジである、うん、本当に水元速化で来たらでやらしいのがやっぱ直近エアがねあのレクイアムでハマったりとかしてたからそのクイアもなんかハマるんじゃないかってのもちょっと勘ぐっちゃいますよね勘ぐるのは間違いない、うん、でその時のガチャ券誰ってなったらやっぱアリスって今回なってくるんで、うん、いやほんとそうだな、うん、そこなんか先を見るっていうのだとちょっとやっぱアリス言いときたいなってのも、うん、ただ逆にこの先とかやっぱ気にしない人もいるわけじゃないですか、うんうん、そんなの来てみなきゃ分かんないじゃんって思う人もいるんだけどそれを踏まえても今回アリスは引いてもいいかなって推論してますね、うん、これまでほんと置いとくだけで結構ほんと強いからな普通に強いですあとウィンドか、うん、ウィンドだちょっと思ったのは SS が結構その場面によっては使いづらいことが多いですね確かにね、うん、SS はちょっと高難易度向けじゃないかもしれないですねそうですね自強化もそんな2段階目でも高いわけじゃないんで、そうですね、実装するとはいえね、うん、ちょっとまたそうですね、うん、あれが、まあ、刺さりづらいかもしれないですね今後ね実装高かったから超スピード移行してもいいんですけどね、うんそうだね、うん、確かに確かになこいつ確かにちょっと線形がバラつなんかあんまり相性良くないね、うん、アビリティとか友情とかと何回か使ってもやっぱスピード型って印象がつきづらいキャラですよね、うん、攻撃型のイメージあるもんな、なんかすでに友情で、うん、かっこいいっすね、SS ですね、うん、SS がかっこいい嬉しいっすねこれは、うん、ただだからまあ今言ったのは判断基準に引いていいんじゃないかなと思う、うんただこれが今この友情つえーってなるじゃないですか簡単につえーってあっても他にもできるやついるから、うんうん、そういう面では無理に引かなくていいかもしれない、うん、ただなんかちょっとアビリティセットとか怖いよねとか、うん、クーヤと一緒に使いたいよねとかあるならちょっと引きたい、うん、引きたいですねじゃあ次こいつからいくかはいはい、キリトですね、うん、まあ第一弾の重心化キャラと闇属性、アジン属でバランス型と反射ゲージで、アビリティが優位の応援、超アンチダメージを友情ブーストにゲージで超アンチオフとアンチ減速壁ついております。SS が16ターンの24ターンでスピードアップし、パワーアップして、敵の弱点に効果アップさせて3人連続で攻撃と。で、友情コモが超強ドライブバレスと超用次元斬、はい、ついております。まあもう、すでに多分発表された時から一番やばそうっていうかやばい強い強いんじゃないか言われてて実際蓋を開けてみればもっとやばかったっていうキャラ、はい、まあ今回一番の大当たり です、ね、間違いないところにはなってるんじゃないでしょうかもうすでにね評価は固まってると思う、うん、キリトに関してはですねまあやばいところはもうみんな伝わってると思うんですけど、うん、その冷静にちゃんとその何がやばいのかっていうのを紐っておいておくと、うん、120レベルの方が分かりやすいですね、はい、攻撃力3万4000なんですよねバカじゃないこの時点で、うん、この時点でこのステータスもらってだいたいヒットポイントが2万前後になってくるんですけど、うん、ヒットポイントは2万7000マッチョすぎ、はい、でそれに対して超アンチダメージは 1.3 倍でワープの方も超ってのはこれ結構やばいですね、うん、超ワープなんで、まあ、ダメオカワープが出ればこれにさらに倍々乗せれていくよと、うん、
っていうのを思ってる。でまあなんか、未来ある未来あるとか言われてるアンチ原則壁を一応添えられてると、うん、これは地味に嬉しいよ。いいっすね、これがいいですね。で YouTube 物産の調教トライブパルス、まあ現環境一番トライブパルスですかね、1トライブですかね、の一体かな。うん、まあ、なんかこれ UL つけて、友情ブースト発動したときに、まあ、30万トライブ、約、ユグドラシルの2倍の威力のトライブパルスを放ちますと。友情ブーストのトライブやべえな、マジで。さっきのね、うん、キラーノルトライブが今回いたけど、全然違うよ、やっぱりね、うん、全部で。で、1万超え超強次元なんでね。うんなが強いっていうのと、まあいいところがその雑魚処理の方にも多少、まあ完全特化じゃないですけど、うん、多少強いそのトライブの次元算を持ってるっていうのに加えて、うん、あの殴りもお化けなんですよね。まあ、最近のキャラ全部強いですよね。あいつ殴りやばいね、うん、本当に。なんかちょっと前の時代さ、どっちかが強いじゃん。どっちか強い。殴り超特化みたいな、ベルクーリみたいなのが出てくるか、友情でなんかめちゃくちゃやばいっていうのが出てくるかなんだけど、前まで、うん、普通にベルなんか抑えられ、どっちかが特化してるんだったら抑えられててもよかったよかったみたいな、あ強い強いみたいな感じだったけど、うん、さっきのベルクーリアな感じでもう今全部強いやつが一番強いんですよね、うん、本当にで現に全部強かったんですよ。おかしいってのと、まあでも普通に 1.3 倍これ、ね、ダメオワープのところで使ったら本当にやばいと思う。34,000 から 1.3 倍のじゃあワープが仮に10個出ましたってなったら、うん、1.5 倍ですからねバカ野郎と、まあ、10個出ることめったにないけど、でそっからこの実装がかかると、で相手の弱点の効果もアップしてると、倒せなかったら連続切りも打つと、でボスいきますよと、うん、これは文句ない、うん、これは恐ろしく強いっすね。これは恐ろしく強いっすこいつにはちょっとやばいっすね、うん、本当に。ただ僕これもう結構使ってまして、やっぱその時感じることをちゃんと言っとくと、うん、まあ強いっす、めちゃくちゃ強いんだけど、うん、そのやっぱね欲を言うとね、もうこいつに欲言ったらモンスト終わるんだけど、うん、あのねやっぱ追撃の部分が弱点取りづらすぎかなっていうのはね、ちょっとあまあ唯一確かにね、あれは、うん、あれ弱点取るよね、うん、取らないのか、弱点に当たったら取る、取るよ、ね、取るってぐらいまあねこれ確かにね、うん、相当まあピンポイントですね、ほぼピンポイントで範囲、はい、多分ないっすよね、うん、ないって言った方が等しいぐらい動いてるけど、キラーじゃないからね、誰でもいいからね。あとね未開の9とかすでに結構未開もかなりぶっ壊してる、ぶっ壊してるらしいね、3つ時点でね、この SS 普通に使えるっていうところね、やっぱ反射では少ないもんね、貫通は結構増えてたんだろうけど、ね、反射は結構確かに闇のダメオワープって言われて強いイメージあるやつあんまいないもんね。いない。24国で使えるから強いってわけでもないじゃないですか、うんうん、キャラスペック的に強いって言われてそんなにパッと思いつかないよね、まあ、エクリプスももう多分滅びたし、滅びた、圧倒的に滅びてるから、うん、あとはそれぞれアンチ原則壁の組み合わせでもしかしたらハマるっていうのはあるかもしれんけどね、うん、原則壁のこれからね、うん、ファイト、まあ誰が見ても多分ねここ当たりとはなると思うんですが、キリト、ダイナ重心化でした。次、はい、光属性シノですね。神属バランス型反射ゲージで、アビリティが超アンチアメージョールと闇属性耐性に原理封じ、スワビで、ゲージでアンチブロックとアンチ元素壁ついております。うん、センスが12ターンの24ターンで、自強化と、矢に空に矢を放ち全ての敵を攻撃と。で、友情コンボが、全敵貫通瞳孔照見3と、長弾ついております。これが友情全振りキャラですね、うんうん、これは友情強かった、まあ強いですね、強かった、キートの殴りの分を全部友情コンボに注いだ感じですね、うん、まあ、それにしてもこいつも攻撃力高い、うん、高いのはよう分からんけど、とってもおかしいですよで殴りを捨てたと言ってもこいつちゃんと 1.3 倍の超判断を持ってきてますからね、いやそうだよね、うん、でしっかり高難易度もチラ見したぐらいの闇属性耐性、でいいところの封じ、いやそうなんですよ、ね、いい封じ持ってんだよ、うん、これが魔族とかだったら逆に心配になるもんね、うん、やりすぎじゃないかってなるんだよね、源流封じならまあいいかな、うんうん、許せるあれですよね、でブロック持っててこいつも元素壁添えるっていう、そう元素壁そういうものですよね、そういうものだけどね、いやもう壊そうって決まってたんだろうね、そうだね、本当にこれは本当に強かったし、うん、で SS も2段階目はね結構自強化もらってるから、うん、
しっかり出せますね。だから、で全部出勤率の話すると、こいつが SAO ナンバーワンな気がしますね。出勤率の話するとね、もう使うでしょうね。普段使いもできるし、まあ、超ダメアンチブロックで接待の可能性も全然あるから、まあね、こいつほどゆっくりやっちゃいけないなと思ったやつはいなかったね。本当にゆっくり、多分ね、これね、ゆっくりのやっちゃダメランキングトップ3、マジで2フォールドしの絶対入ってくる。本当に期待通りなゆっくりいけないランキングですね、これ。最近友情強いやつに普通につくっていう。俺間違ったのかってぐらいのやつつくよね。これまでさ、つかなかったじゃん、やっぱり。つかなかった。シールドとかガイドとか友情強いやつって結構ね、外されてましたけども、ですね、強いやつにつくっていう流れここなってきてるから。トップ3もう一体は一応ラファエルが入る予定ですね。あいつもゆっくりなんでね。今の流れで言うと平気でつくよね、これも、確かにね、めっちゃ強いよ。めっちゃ強いよ、本当。まあ、ここさっきね、結局ユージュアンドケイトと全く同じ組み合わせになるんで、そうですね、そいつらがここにね、入ってきちゃうんですけど、ここがなんか一番説得力あるような感じですね。いや、そうなんだよね、本当に、ここは間違いなさそう。まあ、直近どうなるか分からんけど、もしかしたらね、闇豪絶とか忘れた頃に来たりもしなくもないし。俺結構バカにされてるやつがハマる理論、信者だから、やっぱ4857番が香ばしい。俺の視点だとかなり香ばしいですね。香ばしいね、ここはね、こいつが。まあ、じゃなくても使えるかな。こいつは珍しく、その、あれだね、雑魚処理能力が高すぎてるんで、他のところはなんか、ギミックなくても多少ポンと置いとけば強いみたいな。これだ、属性気にしなくていいもんだ。やっぱ友情と SS がさ、ほぼそのギミックに阻害されてもなんか最悪なんかできるみたいなもの持ってるんで、邪魔にはならなそうだよね。SS で盤面処理できるって役で連れてもいいし、道中は友情コンで雑魚処理をってもいいし、なんかイメージしやすく言うと、なんか変な埋水重力のやつ連れてくよりこいつ一本入れた方が浮動早いみたいな、現にそうなりそうですよね。なんで、本当そう、なんでこうやって連れて行ったらいろいろ強いっていうのがありますよね。これ出勤率は相当高いと思う。まあこいつもあとは一応ね、友情は差しになったらちょっとね、そうですね、差しになったら相当弱いなるかもしれないけど、相当弱いですね、そうだね、そういう意味では意外と調教時検算って良かったのかもしれないですね。あ、これは、そうね、このもう一個になってるのは全然確かにね、こっちこれに比べると、そうですね、これはちょっと差しがね、マジ弱いっす。弱いだろ、ちょっとね、殴らないといけなくなるかもしれないけど、まあ、俺が嫌いなやつですね。今までブイブイ言わせそうにボス1体になってから縮こまるやつね、ただこいつはまあそれを補うぐらいの攻撃力と SS 持ってるんで、いや、そうね、結局ダメを出ればね、いざ雑魚処理が終わってダメージ出したいってなったら、まあ、こいつはやれることがやれると思います、普通に殴って仕事しろ、殴るだけでもいいし、はい、死にましょう。次、安な重心から、ですね、水属性、神属バランス型と、アビリティが、あ、貫通ゲージですね、アビリティが優位の応援、マインスイーパーエルに、アンチマオーディンスアビのゲージで超アンチアップとソウルスティール持っております。 SS が20ターン28ターンの、自強化と最初に入れた敵の足元に、地割れを発生させて攻撃して、攻撃ターン数を、治安ですね、で友情コンボが4アシャ分裂弾と、超デゾーミング12、こちらも水属性と、はい、まあ、友情からいこうかな、こいつは。友情は、まあ、まあ、楽々の一種ではあると思うんだよね。で、反射させれば一応メイン友情も強いんですけど、私、4反射分裂弾がむちゃくちゃ嫌いなんですよね。ただ、まあ、その嫌いでもちゃんと冷静に話すと、楽々において、もうローレラに勝てるやつはこのアビリティスって出てこない。ここはね、なかなかきつい。で、この2つをもってしても、やっぱローレラの方が楽だし、使いやすいなって感じることが多いです。両方運極の俺が言うんだから間違いない。で、昨日なんだっけ、あのゲジュナとかでもちょっと使ってみたりしたんだけど、まあちょっとゲジュナはね、最適の枠じゃないから、そこでの評価はあんま当てにしないかもしれないけど、なんかそれをなんかシステムをぶっ壊すほど強さのあれでもなかったと思うし、その友情で言うとやっぱちょっとローレライとかに劣っちゃうかなっていう、ここもあれだよね、そのベルクーリのクラピカと一緒で、やっぱその頂点と戦うことになっちゃうんで、そのジャンルではそうね、ここね、ローレライっていう頂点と戦っちゃうんで、まあしょうがないところではあると思うんだけど、それ以外を踏まえてキャラのスペックだけするなら話すなら、さすがにちょっとアスナが強いかなと思いますね。
まあ、使ってみた感じ、そうね、やっぱ高難易度向けなのかなって、ね、本当に使ってみてから思ったな、ね、結構友情キャラなのかなと思ってたけど、でまあこいいところはね、でもなんかねちょっと一歩足んないっすね、あのシノンとキリトが強すぎて、あの二人と比べるってなるとちょっと一歩足んないところがある、まあ、そこに比べると確かにアスナはまあ追わなくていいのかなってね、ちょっと思ったかな、足りないところはあります。なんで強いところとその足りないって思ったところをしっかり話すと、まあこのアビリティセットが今バチバチに活躍できるところっていうのがまだないかなっていうのを思ってるのと、あとこいつアビリティを無視して戦うって時になんか武器があんまないかなっていう、その友情もそんなわざわざこれをねアビリティ無視してまで連れていくかって言われたら連れていくこともないだろうし、どっちかというとこの遅延の部分になってくるのかなって思うんですよね。ちょっと他2体が強すぎて求めすぎちゃってるのかなっていうので冷静な判断ができないんですね、こいつ。やっぱあと5ターン遅延引いた時はやばいっすね、これ遅延はね、確かに本当におかしいっすね。ランダムとはいえ2ランク目がね一応2時からそうで、一応ね1ランク目はね1で遅延がね発生することもあるんですけども、ランダムで遅延しますよ。これはね、ちょっとどうなるのかな、その超ワープががっつり起動するところで使ってみたいなっていうのは個人的に思ったのと、まあ一応ね、その地雷ワープ魔法陣っていうのが活用できてるんで、まあ霧とシノンくらい壊すなら、これ L までいかなくていいから超枚数にしてほしかったな、もしくはソウルスティールがバイタルキラーとかだったらもっとやばかったかなっていうのは思うね。殴りを確かにその2キャラぐらい、2キャラほどのレベルに引き上げるんであれば、確かにその辺のアビリティがつかないとですね、すっきりしないかったんだろうね、多分ね。ただまあ地雷で 2.5 倍に超ワープで倍率乗せれるんで、殴りとしてはもう文句ない、あれにはなってますね。なんでまあハマってから評価されそうですよね。そこのねやっぱ地雷ワープの殴りクエで無双するんじゃないかな、やっぱり。でさっきピロさんが言った通り、そのガチャのお話をソータルで話しておくと、キリトとシノンは多分俺スペック的に SAO は嫌いなコラボだったとしても引いてます、ただアスナは無理しないと思う。アスナはな、無理しないと思う。絶対行ったら取りに行くかもしれないですけど、そのなんか無理してガンガン引いていくっていうあれではない気がしますね、性能的に。他が弱すぎんだよな、ただマイスイワープは。ちょっと一回そのキリトとシノンを度外視してこいつ単体での性能をちょっとちゃんと見極めてほしいなって思う、言ってることの倍率はマジでおかしいですからね。トルマリンとか、トルマリンじゃない、これなんだっけ、こいつ赤マリンだっけ、赤マリンとかパン開くじゃん、マイスイ M っすよ、ワープっすよ、これマイスイ L に超ワープ持ってますからね。だから冷静に殴りとかはもう他のキャラと同じと考えない方がいい、ほんとピカイチ、おかしいから今回アビリティのもらい方が。マイスイ L 持ってたらだってワープ、普通にワープでしょ、ダメでしょ超ワープにしちゃ。これだからちょっと惑わせキャラだよな、結構友情なのかなと思うけど、実は殴りだっていうところで、まあ、友情強いですけどね、友情強いんだけどね、使ってないと分かんないですね、この超絶ホーミング12のヤバさ。ただまあちょっとローレン野生かな、これもちょっと霞んで見えるのはね、強いんだけど、おかしいとは思う、冷静に。なんかあの時の感覚に似てますね、ハンターハンターとかの、全部やべえこと言ってんだけどみたいな。で蓋開けてみたら全部強いじゃん、その通りに進んでいく気がする、ただそれの中でもちょっと力が足りないかなっていうのがアスナぐらい、これ弱いって言ったらもうやばいっすよその人かなり強い中でのあれになってるからね、上限での戦いの中でのそう、でもさ、その戦いで勝ったやつしか使わないじゃん今のモンストって、だからそこに気合いなきゃいけないんだよ、ね、それはね、まあ、もちろんね結構まあもそうね、これちょっと前に出たら俺はもう何も考えず引けって言ってたと思う、絶対に引いといた方がいいって言ってるレベル、ちょっと前だったら全部強いじゃんになってた、多分アスナは絶対大丈夫なのってなると思うから、ってぐらいのスピードでその本当上位しか使わないゲームになってきてるから、そこの判断が難しいですよね、金持って前提で言うと本当にそうなっちゃってるからね、そこは本当難しい、やばいっす、やばい、こいつもやばい。で今回多分第1弾と第2弾どっちが引けばいいのって答えはもうなんかまあみんなもうちょっと出てるかもしれないですけど、全部持ってなかったら僕は第1を絶対引いた方がいいです、ね、第1ですね、絶対に第1を引いた方がいいと思います。アリスが一番好きでも第1弾行った方がいいと思います、間違いなく第1弾行った方がいいと思います。第1弾でも一応第2弾のキャラ廃止されますけど、出ます、確率は相当低いんで 1.2% か 0.6% ぐらいの差があるんで、まあでも第一弾引いた、
ですね。でパターンをちゃんと言っておくと、キリトとシノンが引けたパターンね、そしたら第2弾行っていいかって言われるんですけど、それでも俺は第1弾行った方がいいと思う。そのアスナを頑張って追う、まあキリトとシノン正直2体目3体目全然 OK なんで、うん、そうだね、うん、なんで仮にそのキリとシノンを1体ずつ引いたで、アスナ今この動画見て無理して追わなくていいって言われた、じゃあ2段行こうかとはならない、うんうん、アスナを狙いながらキリとシノンの2体目を狙った方がいいと思う。でキャッチでこいつらを引けばいい、うんうん、絶対そうですね。もしどうしてもちょっと欲しいなってやつは、うん、第2のピックアップの日に多分狙うのが賢いかもしれないですね。でもカッタもね、毎回その優先度じゃなくて、うん、諦めてもいいキャラってのを教えてあげた方が、うん、初心者さんには分かりやすいかなと思うんですけど、うん、今回諦めてもいいのはユージオ、うん、ユージオだと思う俺は。諦めてもいい最悪。自分もユージオかな、うん、まあ、好きなキャラ好きな人はもう全部引いてると思う、うん、アリス・ベルクーに比べると、うん、ユージオちょっとあれですね、うん、でコラボの時の立ち回りって、これもすいません前話してたら、あの当たりコラボか外れコラボかっていうのをまず見極めるんですよ。で当たりコラボってどういうのかっていうと、これから接待されまくるんですよ、うん、もしくは最初からぶっ壊れたキャラがボーンってるんですよ、うん、あの歴代その時代を作ってきたやつらって全部そうなんだけど、うんうん、そのぶっ壊れ方向でさらに接待されるのがあのハンターハンタールートって言うんですけど、うん、ハンターハンタールートでぶっ壊れで接待はそこまでされてないけど、ただひたすら強いっていうのが鬼滅ルート、うん、そのでどっちか絶対行くと思う SM、うん、絶対にどっちか行くから今回は当たりコラボだと思う。で当たりコラボでもこの第2弾で新しく出てきたやつらの活躍ってかなり乏しいんですよ、うん、選ばれたやつら例えばそれこそネテロだったり、うん、今回のジンだったりとかはあるんだけど、そこってもうさ結局第1弾第2弾両方活躍してるじゃん、うん、それがハンターコラボなんだけど、うん、これそっち行くと思う俺 SAO。 この第2弾出てきた方のやつもなんか後半ちゃんとそういうバックセスを入れて、ね、うん、活躍してくると思う。これはその匂いはする、うん、匂いはするから、うん、今回当たりコラボだから結局引いた方がいいのは全部なんだよ、うんうん、そう、うん、で多分どれが出ても今回多分ね外れはいない、間違いなくいない、間違いなくいないです、うん、だからそういう意味では引きやすい気はするけどね、うん、本当ねですね、うん、でも毎回コラボのねこの第2弾の新しい方重心化がある時って第2弾のことを全く強いって言ってないと思うんだよね、うん、ほぼでジンとか俺ボロクソ言ってた気がするもん結構好きなのに性能だけの話をすると、うん、けど結局その活躍してきてるからさ、うんうん、いやそうだよな、結局運営さんのさじ加減だなって感じますよね、うん、感じる、うん、まあ、ジンを見ると本当にそうすよ、ね、まさしくそういうキャラだったから、うん、セナなかったら未だに埋もれてますよ本当にいや本当にだからさじ加減なんですよ本当にそうなんだよな、うん、あれマジでジンっすね本当にジンを見た、うん、ちょっとジンを見てね、うん、帰り咲きの方法はあのジンの攻略ページを見てください、うん、そうだね、ああいうことがあるから、うん、だからバカにしたやつ強くなる理論はあってんだよ、うん、ビーラもそうでしょ、パラドックスもそうだったじゃん、うん、でも一応ちょっとね、うん、ここも言いますと、はい、まあロニャンティーゼですね、はい、まあここはどうなんだろうな、ね、あんまり、うん、結構これ SS がねあの触れた時全ての味方に巨大バリア、うん、あのソロモン神々みたいなバリアを全員に貼る、うん、なかなか SS はね使えそうな感じだったけど、多分星5制限とかでも使わん、うん、いや、まさにその通りだ気がしますね、まあ、友情直弾ブラストだし制限で必要な SS は最後、ボスを一気に倒しきる SS なんですよ短いターンでね、うん、ガー持ってくバリア張ってるならその他のやつ入れて終わらせた方が絶対早いから、うん、バリア張るってよっぽど難しいクエストになってるから、うん、ですね。無理して90はいかなくていいんじゃないかな、90はいらないかな、1、2体は欲しいかなっていうのはちょっと感じるけど、うん、それこそなんか攻撃がやばいやつが来るとかの時に、うん、こいつで貼っといてっていう星6の方で活躍するとかは多々あるかな、そうね、それだとなんかシールドブレイカーとかで使って、うん、なんかそういう攻略する人向けのなんか、そうですね、シルバーレイバーってことでね、邪魔にもならないもんね、うん、性能はね、でそっちだったらブラストも生きてくるだろうから、うん、でこれ理想のこの超シリーズのアビリティ2個発動したら星6に負けないぐらいの火力にはなると思うんで、うん、まあそれでも弱いけど、どっちもありになって火力持ってくるね、はい、あとでまあ、こちら、はい、まあ、カーリナですね、まあ、これは動画でも出したと思うんですけども、はい、まあ、1体はちょっと取っておいても絶対欲しいっす、全然いいじゃないですか、で余裕あればまあ90作ってもらって、うん、まあ放電だから複数積むってことは ね、 そうね、制限とかのクエストないと思うけど、うん、1体は全然いるって、雑魚処理ははかどるとね、はかどるね、100% はかどりますね、半分、セタの半分といっても、う
ただなんかインボリュートにはちょっと劣るかなって個人的にちょっと感じてますね。そうね、やっぱね、インボリュートやっぱ雑魚処理もボスにも強いっていう中で、放電とかやっぱビットンとかシールド重なってないとなかなかね、ボスには出ないことあるから、ね、あとはまあ超マイスイでね、殴りのちょっと面倒くさめな手順が必要な制限クエストとかあったら強そう、ね、そう、超マイスイだからね、この辺のミラーが。まあ、でもインボリュートが使えないクエストって結構放電が刺さりやすいイメージがある。雑魚が溶かしきれないから一晩に高すぎるみたいなのが来ると放電じゃないと溶かせないとかあるから、そういうところではうまく共存して使い分けできそう、こいつは。こいつこそなんか放電で今までぶっ壊してる星6クエストも連れてけそうですけどね。いや、そうだよね、うん、普通にこいつはそっちの周回でも全然使える、うん、前回のはいらないか、この辺はマジで、シリカリズマあってもいいかなって感じですね。これはトライブ、まあ、トライブ、うん、これは確かに何か使った、うん、でも今回で90目指しに行くっていうキャラではないと思う、ね、どっちも、うん、うん、こいつも、うん、そう、両方とも強いんだけどね、うん、星5でスピードアップ使うってことないからな。ないですね、邪魔邪魔になることが多い、うん、あの後進時代に帰ってほしいですね、うん、そうだね、確かあの時代までまあね、うん、ブースとかもあったけど、はい、というわけでちょっとざっと追ってはきましたけれども、うん、まあ、最後ちょっとまとめると、まあ運極はあれですかね、まあ、バサゴ筆頭に時間あればアドミニストレーターベクター作るという感じですかね。まあテラリアとユージュ&キリトに関してはログインとねミッションをこなしてれば運極には自然となってると思いますんで、うん、でまあ第1弾が、まあ、勇気とか、ですが作ってない人は違うあったら作る、余裕あったら作るって感じで、他は切り捨てても大丈夫な性能ではあると思います。剣にもあんま使ったりはねしてないん でガチャ剣竜とは第1弾は第1弾ね、中心が全部当たり、キリト氏のマスも当たりで、第2弾も当たりなんで、第1弾優先に、うん、第2弾余裕がある人はちょっと狙ってみるっていう感じですかね、うん、ですね、うん、でもちょっと SEO 確かに性能的にはやっぱり夏のコラボって感じでしたね。結局蓋開けてみたら、うん、もう壊すつもりで出してるとしか思えない、うん、やっぱ急やったなっていう、うん、マジでこのコラボが来るね。図鑑番号一番若いアスなので2番前がかわいそうですよね。いやマジで霞んでない、やばくない、マジで霞んでるよ、大丈夫、本当に霞んでる、うん、連続で重心化あったことすら忘れてるもん、なんか、うん、甘いもん邪魔だな。これね、まあ確かに。すげえなそれ。まあでもこういう予定だったのかな。まあやっぱなんかその前座じゃないけど、やっぱこうバー来るテンションのね、うん、助走ではあったのかもしれないね、うん。連続でこう来て。でもずっとなんか。弱くないから SEO やーってなって、もう何も誰も話しないもんね。もうね、みんな SEO の話してるよね。本当にそう、ね、本当に、うん、しかもなんかウリエなんかね、ウリエル、まあ、ちょっと弱かったことすらも忘れてるよね、うん、なんか、うん、忘れてる何も思ってないなかったことみたいな、別に何も思ってないみたいな、うん、あーみたいな、でもみんな美男というわけで、うん、ざっとね、まあ、ざっくりざっくり言ってきましたけども、皆さんもどんな感じでね、うん、こいつ作りますとか、こいつはちょっとやっぱ引きに行きますとかね、ありましたらぜひよろしくお願いします。あともうでも追加とか多分ないよね、さすがに。ないじゃないかな、多分ないと思うけど、原作的にもこれ絵ないの、うん、みたいな、ない、あ、ないんだ、うん、ないんだったらじゃあば、ないかな。ニュースもね、うん、今週ないから、うん、そうですね、うん、成功騎士とか持っててもいいかもしれないですけど、多分ないとは思うんですけど、うん、そうですね、うん、ドミニとベクターがもう出てるならないかな、うん、降臨とか新しい、うん、あれもなんだ、あとはね、長距離曲をちょっと待ちましょうというところで、コメント欄ぜひよろしくお願いします。いやでも本当に確かになんだかんだもう夏のコラボですねって人はちゃんとよろしくお願いします。では今回もゲームスタジオ3から送りました、ナルプロでした。チュエシャ、コーシャルです。ありがとうございました。チャンネル登録わかります、わかります、その君もなくなっちゃったから、わかるよ、わかるよ。チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録ね、はい、知りたければね。